地図茅野市運動公園は長野県千野市にある都市公園である。1978年に長野県内で開催された山彦国体の軟式野球競技会場として開園。その後も各種の体育施設が作られて現在に至っている。愛称は千野市スポーツ公園。千野市は1984年に 比較平和都市宣言を行い、以後平和事業の一つとして毎年8月6日朝、地野市運動公園第2駐車場にある原爆の日、平和の塔前で、地野市平和記念式が市民が中心になって行われている。テレビ朝日、何これ珍百景2008年7月16日、放送、遊べる、歩道橋なぜか滑り台が設置された、歩道橋。 2013年5月15日放送、人間以外が通る歩道橋歩道橋のもとに、リス専用として紹介された。公園内は、地の市日本リスの会が中心となって、野生の日本リスの住める自然環境の維持管理、日本リスと人間の正しい共存を提唱してきた。公園にいるリスと同種の八ヶ岳の日本リス2018年4月22日に開催された。 トヨタ画像レーシングラリーチャレンジ員8ケタケチノでは公演内がイベントのメイン会場となった。チノシ都市公園の一覧、未来の名を選手初滑べりチの名をアイスオーバル今期、開業。シナの毎日新聞。2018年11月24日閲覧。千ン。チノシ公式 HP 参照。ありがとうございます。